もうこの使いが皆一つの先陣を通り抜けることをクロードたちは何とか突き止めた。おそらく石膏や患者の本営なのであろう。ひとたびクロードがこの先陣を破壊できれば、もうこの隊長たちはいくら待てども二度と下地を受け取れぬであろう。貫いた。死んでもらうぞ。敵の体から不意に命が消えた。クロードには気の休むいとますらない。八幡の怒り。たちが敵の体に深く突き刺さった。気を緩めない。迫る戦いにただ備えるのみだ。敵の遠兵が向かっている。闇ガラス。クロードの前にムクロが次々と積み重なる。
クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。地獄に落ちろ。よかった、クロードの体に正気が戻ってきた。敵の足音が少しずつ近づいてくる。静かに敵を葬った。我が立ちを浴びよう。今ので最後。敵の新手が姿を現した。敵の魂を運び去った。敵の数はたちまち減っていった。もういないようだね。者どもがクロードに迫り来る。
は彼方から敵の体を貫いた。一人のクロードが激しい戦いから退いた。クロードは戦場に舞い戻った。敵の遠兵がやってくると知ってクロードは腹を据えた。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。地獄に落ちろ。敵の遠兵が向かっている。兵具が的を射抜く。クロードは深手を負い膝から崩れ落ちた。最後の敵を斬ると辺りは静まり返った。
敵の息はまだくじけていなかった。闇ガラス！クロードは次々と敵をなぎ倒す。休んでおこう。来い。ここで傷を癒せる。クロードが満たされることはなかった。打ちすねのマナカー、これぞまさにクロードの技。死ぬかと思った。敵の掩兵が到着した。止める術はない。クロードに狙われたが、最後敵に逃れる術はない。あっけない。全員一の精鋭が送り込まれてきた。マナコはぼやけ始めていた。死は彼方から敵の体を貫いた。風のような人たちであった。たちの寂しさで危なかった。
クロードは息つく間もなく戦いに備える。クロードは狙いを誤たなかった。闇ガラス、この敵は退く気など微塵もないようだ。クロードは彼方から静かに敵を葬った。地獄に落ちろ。クロードの刃が敵の急所を裂いた。最後の敵だよ。クロードには気の休む暇ますらない。敵の体を貫いた。あいつ仕留めるよ。さらばだ。敵の体から不意に命が消えた。闇ガラス、たちの錆となれ。クロードは深手を追い膝から崩れ落ちた。悪いな、今ので最後。死ぬかと。敵の掩蔽が近づいている。
一歩また一歩とクロードに死の影が近づいている。地獄に落ちろ。傷ついたクロードのもとに助けが来た。片付いたようだ。王の者どもがクロードに迫り来る。傷を癒そう。己の死にすら気がつかない。クロードも敵の目は追いつけない。クロード、狙いを誤たなかった。クロード同士が手を組めば、まさに鬼に金棒だ。助かった。あんたいい仲間だ。クロードは手強い仇どもを打ち倒した。だが、誠の勝利へと至る道は長く、さらなる敵が待ち受けている。